And then a separate plate, just for the new side. Hi, what can I get for you? Hi. So is that面白いな、こうブラブラ見て回るのが、ね、ウィンドショップ、ね、そうそうそう、でもいいんじゃない、こういうソファーが欲しいの、いや、こういうでかいじゃなくて一人用でいいと、さっきみたいにささっきあのそこにさ座ってる人がいて、ああいうだけでかいんじゃなくてさ、でかいのと邪魔じゃん、うん、俺気持ちいいスペースがね欲しいんだよね、あんな大きい家なのに、なんかもうスペースがさ、あんな大きい家にこの椅子1個置いてそれで終わり、なんかそっちの方が帰ってね落ち着く感じがする私、ああこういうこういうのがいい、なんか大きいの1個置いて、あ、そう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 、高い、なんかここまで来たらさ、これこれ、私がこれこれが欲しいの、この大きいの、そうそうそう、$49.99、じゃあもうこれもう早速見つかったね、うん、これ買ってきます、 OKOK、 でも買う前に買いなんかしてみる、うん、これさ、買うのってどうやって買うの、飛行機がいっぱいあったの見た？さすがに見れないよ、天使だから、それは注意力3万じゃなくて注意してるから、こっちに飛行機があったってことでしょ、うん、見れるわけないじゃん、うん、ちゃんとずっとハイウェイ乗ったまんま、あーなるほどね、うん、まあハイウェイ乗ってもいいんだけど、せっかくだからこれでいいよね、うん、色々見れるし、そうそう、せっかくだから、なんか風景、これ何通り、時ね、あの人がちょうど死んだ時なの、あの人とはだっけ、マイケル・ジャクソンで、マイケル・ジャクソンが死んで、その出身の場所がね、インディアナにあるゲーリーっていうね、ちょっとやばい場所、黒人のがたくさんいて貧しい、俺そこ行ったからね、車で、わざわざ何か集会とかあったその時に、
あ、それまあただね、結構もうブッシュステディアム。ちょっと待って、これブッシュステディアムってこれ。なんだっけ、セントルイスカージナルスだ。そう、カージナル。パーキングヒアって書いてある。ここかな。ここに置いたの？ここが多分パーキングの一つだと思うんだけど。ここから歩くの？そこなんでね、すぐそこなんだけど、もっと近くにパーキング、そっちのパーキングしよっか。別に歩くとこっからどのぐらいかかるの？すぐそこ。あ、じゃあ置いとく、ここに。はい、やっと。じゃあもうちょっとそっちの向こうにしようか、もう一個先にしようか。どこでもいいよ、こっから5分ぐらい歩くのね。その、うん、曲がってそのさ、デロイなんとかって書いてあるじゃん、ホテルみたいなやつ、うんうんうん、あの緑の建物、あの、あそこの、あそこをこうね歩いてくの、右に入ってすぐそこ、ええ、そこだと思う。じゃあここに置いておく、ここにする。それでもう一個先にしようか、そのガレージこれ中積んであるからさ。積んである、これ荷物積んであるじゃん。ああ、はいはいはい。じゃあ近い方がいいかしら、うん、ガレージの方が、okay、ちょっといいかなと思って。ゲイリーっていうところなんだけど、そのマイケル・ジャクソンが、うん、生まれ育った場所。ちっちゃい町、ちっちゃい町。あの、って言ったんだけど、それ言ったことブログに書いてあるから読んでみ、暇だったら、うん、じゃあリンク送ってください。いや、ブログのリンク送ったじゃん、もう。あ、送ったの、うん、OK。 あ、ちょっと待って、これなんかパーキングが閉まってる。あ、じゃあそっちか。近い近い。あ、Please enter on Broadway。戻る？あ、ぐるって回んなきゃいけないか。さっきのところにすればよかったね、うん、もう遅いけど。さっきのとこあまり人いないから大丈夫かも、置いといて。そうかな、今日は。それともストリートパーキング、うん、あ、こっちエクセイトなんだ。